はい、どうももっくんです。今日はですね、富士フイルム XT4 に備わっているフィルムシミュレーションを全部見ていこうと思います。はい、てなわけで今日も始めていくわけなんですけれども、もしね、僕のチャンネル初めて見てくださる方いましたら、カメラにまつわる情報やカメラのハウツーなど通常行ってますので、ぜひね、チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。はい、てなわけでですね、今日は富士フイルム XT4 に備わってるね、フィルムシミュレーションを全部見ていってもらおうと思うんですけれども、ちなみに今撮っている映像ですね、富士フイルムの XT4 から備わったエテルナブリーチバイパスでございます。めちゃめちゃかっこいいですよね。低サイドながらコントラストの効いたね、メリハリのある表現で、すごくね、雰囲気があるフィルムルックな表現になっていると思います。ってな感じで、富士フイルムのカメラには昔のね、フィルムの色味をデジタルでね、再現したようなフィルムルックなね、写真や映像が撮れるフィルターみたいなものがね、備わっているんですね。なので取っ手出しでね、レタッチ後かのようなね、すごく雰囲気があって色味がある絵がね、バンバン出てくるんですよね。そこがめちゃめちゃいいところでございます。そんなフィルムシミュレーションなんですけれども、今回ね、富士フィルム XT3 からね、 XT4 にね、移行するにあたり、新しく追加されたクラシックネガとエテルナブリーチバイパスが特にすごく気に入っております。でですね、昨日お仕事終わりの奥さんをセブンイレブンに迎えに行った際に、駐車場にね、5分早めに着いてしまったので、この5分間でね、駐車場で何かサンプル撮れないかと思って、ただ道路を撮ってる映像なんですけれども、全フィルムシミュレーション試したので見ていってもらえたらなと思います。あとは駐車場の敷地内にあった、この辺にあったね、花壇に蜂が飛んでたので、それをクラシックネガとエテルナブリーチバイパスで撮りました。その他にはね、もう数枚しか撮ってないんですけれども、この駐車場でね、急いでパッパッパッパって何枚か写真も撮ったので、そのままね、撮ったまま撮って出しで見せていこうと思うので、富士フィルム XT4 に備わっているフィルムシミュレーションを皆さんにもね、一緒に楽しんでいってくれたらなと思います。ちなみに映像の方は 4K の10ビットで撮っております。それでは見ていってもらいましょう。
はい、いかがだったでしょうか。富士フィルム XT4 に備わっているフィルムシミュレーションを全部見ていってもらいました。すごくね、映画のワンシーンかのような色味がね、バシバシ出てきてたんじゃないかなと思います。一番ね、びっくりしてるのは僕なんですよね。駐車場でね、バタバタ素材を簡単に道路に向けて撮っただけなのに、帰ってきてデータを見たら映画のワンシーンかのようなね、絵が吐き出てきてるので、本当にね、感動しました。特にその中でもクラシックネガとエテルナブリーチバイパスがやっぱりね、ちょっと好みでして、今ねちょうど撮ってる映像もエテレナブリーチバイパスなんですけれども、すごくね雰囲気があってかっこいいですよね。こんな感じで富士フィルムに備わっているフィルムシミュレーションを使えばね、取っ手出しですごく雰囲気のあるね、フィルムルックなおしゃれな映像と写真が撮れるのでおすすめです。カラーグレーディングの知識がね、多少ある僕からしても、富士フィルムのね、独特な色味とか色彩表現っていうのは再現できないので、積極的に好んで使いたいとね、思わされるような絵がね、バンバン吐き出されてきて、本当に感動しました。これからもね、積極的にね、好んでフィルムシミュレーションを使っていくんじゃないかなと思います。またね、富士フィルム XT4 を使っていく中で、おすすめのポイントとか気づきがある部分ありましたら、皆さんにシェアしていきたいなと思いますので、富士フィルムね、XT4 ね、購入検討されてる方や富士フィルムが好きな方、ぜひね、チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。てな感じで、今日はね、富士フィルム XT4 に備わっているフィルムシミュレーションをね、全部見ていただいたわけなんですけれども、楽しんでいただけたらすごく嬉しいです。それではまた会いましょう。じゃあね、バイバイ。